本日は長く続いてきた小麦で繊維シリーズも今日で終わり、最後を締めるのはジャージャー麺です。今まで食べてきたお汁ですするラーメンとはまた違った美味しさと辛さがありそうですけど、大丈夫かなこれ。では食べてみないとわからないのでいただきます。小麦で繊維を締めくくるジャージャー麺、果たしてどんな味なのかなと思って食べてみたんです。おー、これは何と言ったらいいのかな。ピリピリと確かに辛さはあるんですけど、そこでわー無理だーみたいな辛さではなく、あ、むしろあっさりとした表面を程よく叩いてくるような辛さで、ね、食欲をそそってくれますね。だからこそいいのかもしれませんけど、ピリピリという刺激は好きなのであればぜひ食べてみてほしいですね。あなたはどんな刺激が好みですか？私に教えてくださると嬉しいです。で、まだこれ言うの早い、本当はお肉とか卵とかキュウリはダメなので、除くとしていろいろトッピングできたらよかったんですけどね。それでは、ごちそうさまでした。ジャージャー麺なのでピリピリとした辛さはありますけど、あ、そこまでうわーダメだ食べられないみたいな強い辛さではなくて、本当に舌の表面がピリピリするだけの程よい辛さになっているので、あ、辛いのがちょっとという方でもちょっと少しだけ食べてみることはできるかなと思います。まあ無理して食べない方がいいと思うのは当然ですけど、というわけで本日食べたジャージャー麺はピリピリとした刺激が食欲を誘ってくれて、麺だけではちょっと足りなくなるかなと思うぐらいに美味しかったので、4点とさせていただきます。ただやっぱり辛いのは好みが分かれるかな。本日もご視聴ありがとうございました。小麦で繊維商品、もし気になったのであれば実際に食べてみてくれると、そしてよろしければチャンネル登録、コメント、高評価もしていただけるととても嬉しいです。では、演武終演。